下まつげのつけ方をやります。今、まあ、上のつけまつげをつける方も多いですけど、下もつけたいんだけどなんかつけ方が分かんないなってすごい多いと思うんですね。目の下のラインと、シャドウを先に塗って、少し陰影をつけてからその上に、つけていきます、ね、こうするとさらに目に広がりが出て目が大きくなりますね。特に最近ね、目尻垂れ目が流行りなのでちょっと垂れ目さんこれぐらいのクロスの根元が少し透明なやつをね、つけます。ここの、クロスのこの根元の部分ですね、少し目の形に合わせて曲げてください。で一回こういう風に合わせてみればいいですよ。で糊は、少し、黒のものとかもあるんですけども、透明なものを使いますね。自然にやっぱりはっきりさせたい場合は透明の方がいいですし、馴染みやすくなりますね。まつげの下につけていきますね。もう簡単でしょ、置くだけでこうなりますから。じゃあさらにマスカラをつけていきましょう。何もしないで上にこうつけまつげだけのせるんじゃなくて、少しアイシャドウの陰影だったり、少し目に深み、少しこう影をつけて、その上に、少し最初は、根元は透明なやつから入ると失敗しにくいですね。それを少しこう目の形に合わせて、で透明なノリで、目の形に合わせてつけてでいて、自分のまつげとこう絡ませて仕上げてから、あとマスカラでプラスアルファでつけてあげると、より足りない少ないところのまつげも、より太く見えますから、そうすることによってボリューム感とか、目をパッチリ感とかすごく出ますのでね、まずそこから挑戦してみてください。